え、あの、最近なんか、馬娘民と競馬民がすごい対立してるのを今知ってますかね、皆さん。まあ、よく YouTube とか Twitter とかでよくバトルしてるんですけど、まあ、こういうバトルが起こる原因、原因っていうのは、やはりその競馬に対する考え方の、ま、違いっていうのがあるのかなと私は思いますね。例えばこれ、あの、騒動の一部なんですけど、え、こちらのツイート見てください。え、こちらのツイートは、ま、その競馬、あの競、競馬のツイートに、ま、その馬娘のその画像を貼ってしまって しまっているっていう件に対して、まあ、その指摘をしているっていう場面なんですけど、まあ、そもそもその、馬娘って実はその JRA からその公認されていないんですよ、まだで。一時期その公認されていた時期はあるんですけど、その公認していた時に、その馬主の方々から、まあちょっと、厳しい言葉をいただいたっていうことで、まあその JRA とあまり関われなくなってしまったっていう背景がありまして、まあ今現在その非公認っていう状態で行っているんですけど、まあ、それに対して、 まあちょっと、ま馬娘のその画像をその競馬に貼る、競馬関連のツイートに貼るのはちょっとどうなのかっていう、まあ、そういったことだと思うんですけど。で、それに対して、馬娘民のまその反論が来まして、それがこちらです。これですよ。まあ、これがちょっと馬娘民がちょっと嫌われてる原因の一つだと思うんですよ。 そう、こういうツイートがあるんですよ、やっぱり。その特にその、馬娘民ってその一部なんですけど、その馬娘民の一部は、その馬娘があるおかげで今の競馬が成り立っているっていう、その間違ったクソみたいな考え方をしてる、まあ、連中がいるんですよ。で、これは完璧な、まあ、間違いではないですけど、三角ですねえ。っていうのも、 そのなんで今競馬がその若者を中心に盛り上がってきてるのかっていう、その理由を、理由を探ったときに、そのひ、その一つとして、馬娘のそういった普及っていうものがあるんですけど、これが全部ではないんですよ、実は。他にもた、例えばその JRA 様の、JRA 様のまあ企画のおかげだと私は思っておりまして、例えば、馬女。この馬女政策を行うことによって、若者女性やその他の女性の支持率を上げていくっていうことによって、 その若者の,その競馬の支持,が支持が上がっていくっていうのも考えられますし、あとはそのスナッピー投票だったりとか、あとネットでその馬券を買うことができるようになったっていうような、その手軽にその競馬場やウィンズに行かなくても、手軽に競馬に触れる,ような触れ触れることができるといった政策によって、やはりその若者を中心として、やっぱり競馬の普及率、支持が上がったのかなっても考えられていますので、やっぱり馬娘のおかげで全て、その若者、全てが つながったってわけじゃないんですよ。だからその、馬娘民はそこはあまり勘違いしてほしくないんですけど、やはり、ごく一部の方々はこうやって、その、馬娘のおかげで今の競馬成り立ってんだから、まあ、好きにさせるよみたいな、なんていうのを偉そうに、偉そうにちょっと、いや、いや、あの、偉そうにしてる馬娘民が多いんですよ、競馬に対して。それに対して、まあ、競馬民がすごい、今、ブチ切れてるっていう、まあ、状態がありまして、まあ、そういったことから、 あの、バトルが繰り広げられているっていうような、そういった状態となっております。そうで、あと、あの、競馬民が、その、馬娘民をまあ嫌っている理由としては、やはりその、馬娘の、馬娘から、競馬にハマった人が、その、にわか知識でしか、競馬を語れないっていうことが挙げられるかと思いますね。であの、馬娘って、その、多少はその、競馬の、競馬の出来事を元にして、まあ、作っている、まあ、ストーリーなんですけど、やっぱりその、普通の、まその、競馬と比べたら、やっぱり知識としては、やっぱり、 まあ、いわゆるその、にわか知識しか得られないんですよ。なんですけど、その、馬娘で得たにわけ、にわか知識だけで、まあ、競馬を語っている方々が、その、若者を中心に、まあ、多く発生しているっていうことから、やっぱりちょっと、競馬民に、競馬民にとっては、まあ、ちょっと、まあ、嫌な存在ではあるんですよ。いうことは、ということもありまして、やっぱりその、まあ、馬娘から競馬にハマって、その語、競馬にハマって、まあ、競馬を語っている、まあ、方々に対しては、まあ、ちょっと、 厳しめで見ているっていうこともありまして、そこからやっぱりバトルにまつながってしまっているのかなっていう背景もありますね。じゃあまあこの騒動を抑えるためにはどうすればいいのかっていうことなんですけど、えー、まあ二つアドバイスがありまして、まあ一つは競馬民軽バミに向けたアドバイスとしては、やっぱりその初心者エム娘から始めただったりっていうようその、ね、初心者の競馬民に対して高度な知識を要求しないっていうことが大切だと思いますね。やっぱりそのまあ誰誰でもやっぱり。 最初初心者ですからやっぱりその初心者を優しく扱うことによって、まあ、その初心者もだんだん知識を蓄えてそのみんなと同じようなそういった知識を、まあ、その後に持つようになるかもしれないんじゃないですかそういうことも考えるとやっぱり初心者には、まあ、少し優しくした方がいいのかなと私は思いますで「ウ、え、マ、ー、娘民」に求めることとしては、えー、偉そうにしないことですねやっぱりその競馬があってからこそウマ、まあ、娘が生ま生れたわけであってやっぱりそこをやっぱりちゃんと分かってほしいなと思いますね やっぱりその馬娘のおかげで、すべて現在の競馬の,その収益につながっているってわけではないので、先ほど言ったように。そういうわけではないので、やっぱりちゃんとそこを理解して、やっぱり競馬民に対しても、やっぱり敬意を払えるような、そういった関係を持つっていうことが大切だと思いますね。